11月10日、新年に入りました。イスラエルから帰って最初ですけれども、聖書クラスを行いたいと思います。今日はどこですかね。48ページ終わったのかな。教会の奉仕終わりました。教会の使命はどこからですかね。終わって信仰生活ですか。それとまだ教会の奉仕。今日あ、もう信仰生活まで行ってますね。信仰生活のバプテスマが終わったんですね。今日から。今日から、バプテスマ1からですか。どっか、50ページから。どっからですかね。石田さん、つけてない。使命の前、教会の使命からじゃ。使命からね。教会の使命から。大選挙命令まだやってないね。やってますか。それは今回やったやつ。2番から大選挙命の2番からね。はい。それじゃあ49ページの使命を追行させる聖霊の臨在の力ということで、お願いします。天皇様、学びの時を豊かにしてください。よろしくお願いいたします。ちょっと復唱があって、48ページの大選挙命、教会の使命、使命っていうのは何かといったら使命ですね。神様の、まあ、人その個人ならばその人生にその人に与えられている、まあ、生きる目的ですけど、教会の一番大きな目的は何かというと、福音宣教というのは個人が、ね、しているように見えますが、実は福音宣教の使命は教会に与えられているんですね。これね、述べ伝えるのは教会の使命です。教会が述べ伝えている。もちろん伝える人がいるかもしれませんけど、それは教会が。そうですよね。だから今だってヨーロッパに秋元牧師をリーダーとクリーダーをするチームが言ってますが、教会から使わされてるわけですね。これね、今回私は7歳から私一人だけで伝えに来ましたけど、はっきり教会から使わされたって意識を私は明確に持っています。それから説教する場合でも、ね、例えばコンサートで私が福音を語ったとしても、それは教会というバックがある中で語ったわけですよね。はっきり教会に使命があるってことをね、覚えておいてほしいですね。その中で大宣教命のところは前言いました。一応復習ね。一つ目、大宣教命令があって、マタイの28章のね、父なる神から全ての権威を与えられた主イエスは、その権威を弟子たちに授け、父なる神様からイエス様に預けられ、権威の神様なんだけど、そのイエス様が持っておられ、その権威を授けて全世界に国を伝えるように命じられました。これは大宣教命令と呼ばれていますと。あなた方は一体あらゆる国の人々を弟子としなさい。父子聖霊の皆によってバプテスマを授け、また私があなた方に命じておいた全てのことを守るように会話をしなさいと。これは命令です。このまま言ったように、お願いではありません、依頼ではありません、命令です。弟子はこの命令を受けている。これはこの時まだ教会はなかったんですけど、教会は来なかったんですね。これは分かりますよね。この後この人たちを中心にした婦人たちや母マリアや120人集まっているところに聖霊が臨んで教会をスタートしたんですね。だからこの弟子たちに使命を与えられたんですが、それは教会の使命ですね。で、じゃあその使命を実際に追行させるのは何かというと、聖霊の力なんですね。臨在の力。ペンテコステに、使徒行伝ですね、ペンテコステに弟子たちに臨まれた聖霊は今も教会を導いておられますと。はい、使徒の一章8節。はい、それでは、さっぱりした石田さん、ぜひ声だけではなくて映像で撮ってあげてください。ニックネームは生涯のパスタ IQ と言われています。 IQ というのはすごく天才人になるでしょうけど、愛は下の愛で、9は9太郎の9と9ピンの9です。はい、人気者です。はい、一人で一緒に説読んで。はい、しかし聖霊はあなた方の上に臨まれるとき、あなた方は力を受けます。そしてエルサレム、ユダヤとサマリアの全土および地の果てにまで私の証人となります。はい、まず聖霊があなた方に臨まれるとき、聖霊が臨んだときに約束です。ジョージが使徒行伝の2章で、そこから教会スタートしますね。何が起こるかというと、聖霊が臨むと、聖霊が臨むと力を受けるって書いてあるんですね。この力は何かと、聖霊の力ですね。聖霊の力は証しする力が出ますね。証しがすごく力強くなる、ね、それから信仰が固くされる。
死肉は硬くなる、証が力強くなる、目をつけるわけですね、目をつける、死肉は硬くなる、硬く死肉に立てるようになるんですね。それからもう一つは賜物が現れてくるんです。だから聖霊が望むと聖霊の力は証の力となって、信仰の力となって、賜物の力となってあるんですよね。でこれらは証も宣教で信仰も固くなるんですよ、全宣教です。これは宣教のね、働きの関係性です。だから聖霊が望むことによって力を受けて宣教の働きがするということですね。皆さん任せしていてね、証しながらね、自分でもびっくりしたよ、なんかこう自分も力づけられて、証しながら自分も元気になるし、相手も明らかに触れられてるってあると嫌でしょ。そういう時は自分でも感動しますよ。それは聖霊の特別な何か恵みですよね。証しながら逆にね、もう一生懸命伝えたいのに、なんかムズムズしてうまくいかなくて、証しすればするほどなんかこうムズムズしてしまう時も周りにあるでしょ。だからなんか自分の力のなさを感じる時ですよね。聖霊が働かれる時に証しの力づくりもちろんね、文章をうまく話しておけばね、人間的な感動を与えられるけど、精霊から来る力っていうのはそういうレベルじゃないですよね。なんかこう、わからないけど霊が感動したり、聞いたらなんか信じてみようって。だって人間の話は感動してね、すごい感動してくれるけど、信じることに至らないんです。でも精霊が働くと、よくわからないんだけど、なんかわからないけど信じてみようって人は思うんですよ。ここはまさに精霊の領域なんですよ。だから聖霊が働くときに力を受けて、証がただ分かりやすいように本当に力強いになってから霊に届く証、賛美の書ですよ。うまい賛美はもちろんうまい方がいいに決まってる。だけど本当に祈って聖霊が働くときってのは霊に届く賛美ってあるじゃないですか。霊に触れられる賛美って分かるでしょ。もちろんうまい方がいいんですよ。うまい方がいいんだけど、そのうまいなって声でなんかこう霊に触れられる賛美、すごくうまいなって感動する賛美と、わけわかんないんだけどなんかもうなんかわからないけど涙が出てきて、なんか神に触れられちゃって何これって思う時ってありませんか。やっぱり聖霊の力ですよね、はっきり。それから信仰が固くなるんですね。そして賜物が現れてくる。これを通して宣教はその、はっきり賜物があることに宣教する。だからその宣教の力っていうのは聖霊から来るんですね。でそれがあなた方に望んでその力を受けられると。そしてエルサレムであるサマリアの、実際にこれはエルサレムであるサマリアなんですけど、まあ、長崎で言えば、我々で言えば長崎市から長崎県、九州地方、日本全土、そして地の果てまで、日本の裏側はブラジルだからブラジルでもいいですけどね。だからそういうことですね。だからそこまで承認となるっていう、この承認はいつも言ってますが、承認っていうのはこれは言語でいくと殉教者と同じ言葉です。だからあなた方は地の果てまで聖霊の力を受けたら殉教者になる。でもこのあなた方と言われた人たちはイエス様の時代に逃げた弟子たちですね。声こっこって泣いたペトロです。そのペトロが殉教者になって本当に逆さ重心が人生と言われています。ヨハネは裸になって逃げたという、最後はパトモスまでね従い続けましたね。何かあったら聖霊の力を受けると命がけで福音を伝えることの、なんていうの、勇気と大胆さが与えられるということです。これは頑張ってじゃないですよ。そういう力が出てくるということなんですよ。だからこれが聖霊から来る力で、それは教会を通してくるんですね。旧約は個人のあれでしたけど、新約は教会を通してきますね、確かにね。だからね、ちょっとこう言ってください。はい、それが今日のところですね。それで、大事なところに行きますね。信仰生活に入っていきます。これは洗礼準備クラスじゃないので、さらっといきますが、バプテスマね、洗礼。今回も3年ぐらい洗礼式がありましたけど、よかったです、やっぱりね。50ページ、信仰のより良い成長のためには、あ、紙あるかな、忘れた、あ、持ってきてないな。信仰のより良い成長のためには教会に加入して信徒の交わりの中で適切な指導を受けることが大切です。教会になる条件はバプテスマです。まあそうですね、加入してたっていう方はなんかあんまり好きじゃないけどね、教会の家族にの一員となるとか書いてほしいですよね。加入してとか言うとね、私成功やってたでしょ昔大学時代、政教の組織とか言ってて、なんかそんな感じで嫌だよね。だからまあ教会、神の家族の一人となって、その信徒の交わりの中に、神の家族の交わりの中に入って、適切な指導、愛のある指導ですね、を受けることが大切です。教会 の, その神の家族に入るためにはバプテスマ、洗礼を受けなくても救われるし、神の家族の一人とはあるんだけど、
なんていうかな、洗礼を受けることによって正式にキリストの花になるから、でこれは受けた方がいいんじゃなくて命令なんです。キリストのだってさっきの大宣教の時でも洗礼を授けなさいでしょ、はっきりね、福音の御伝え。だから信じるだけで救われるけど、本当に冒険したら洗礼を受けたくなるはずなんです。今の人どうなんだろうな、私ぐらいまでの世代は本当に人を好きになったら結婚したくなったはずなんです。で今の人はどうなのか知らませんけど、なんかすごい時代で本来好きになったら結婚したいと思うはずだし、男性の方も女性の方もと思うんだけどな、ね、だから本当にイエス様を信じて救われたら洗礼を受けたいはずなんですね。でいろんな妨害が日本の場合あると思います。家族の反対とかいろんなことが、でもそれでも受けるっていうのはある意味でそれを選ぶってことなので、だからやっぱりバプテスマというのはすごく大事です。それとこれキリストの命令なので受けた方がいいよってことじゃない、本来本来救われて死にたならば受けるべきものなんです。キリストの命令だからね、洗礼を受けなさいっていうのはね。だからですね、私は強制しませんよ。しかしそれは覚えておいてください。受けた方がいいよってことじゃなくて、イエス様から言わせれば死にたならば受けるべきものだから、死んでないのにね受ける必要はありません、ね、でも死んだならば受けた方がいいです。これは、ね、そうですね。でバプテスマ1、バプテスマは洗礼ですね。イエス・キリストを信じた人が教会に加入するために信仰を目に見える形で親に表現するし、教会に加入するためにって言い方ぐらいな、まあ、イエス・キリストの命令なので、それを受けることによって神の体に属するわけですね。神の体に属するために洗礼を受けるわけじゃないですよね。受けた結果として属するんですよね。一緒だと思うかもしれないけど違いますよね。この文章は良くないですね。教会に加入するために洗礼を受けるじゃないですよね。イエス・キリストを信じた当然の結果として洗礼を受けたら、その洗礼を受けた教会の家族の一人になるんですよね。わかりますねということ、ね、だからちょっと、ね、これは聖書じゃないのでね、ちょっと間違いじゃないけどうまくないですね、この文章はね。ちょっと誤解もありますね。信仰を目に見える形で公に表明する儀式、そうです、確かに公に明らかです。いつもようにこれは自分の人々の前に明らかです。神様の前に明らかです。私はもうはっきりイエス・キリストの生涯に行きます、キリストの花嫁です、神の子供ですって言ってね。もう一つサタンの前に明らかです。だから洗礼を受けるだけで解放される人がいるのはサタンの前に明らかですから、ね、洗礼を受けることによって正式にキリストの花嫁になるので、まあ、正式に結婚してない人に、ね、例えばですね、ね、こう、まあ、A 子さんが、ね、B 子さんと C 子さん、A 子さんがいてですね、B、C、D、I って下さるところが、これみんな好きになってて、この人付き合ってると。この人だ、この人も祈ってて、御心だと思ってる。この人も思ってるでみんなね思ってると、で密かにですねこれが終わったら自分が行くんだとみんな思ってるとすいませんね。その時にこれが単に付き合ってるだけだったらいいんだけど、正式に結婚してしまうとこっちはねもうアプローチはできない。今の時代そういう人いますけどね。でなんかしつこくやってきたらですねストーカーになるわけです。で警察に電話をしたら取り締まられるわけです。でもこれ正式に付き合って結婚してない場合はまだそこは言えないんですよね。日本は特に法律では自由恋愛って言ってね、愛なんて。だから正式に結婚したらまた話は全然変わるんですよ、はっきり。でキリストの花嫁としてきちっと洗礼を受けた時にサタンに対してきちっとねもうサタンお前は俺は私はキリストのものだ、キリストのものだからキリストに守ってもらえるんですよ。正式にサタンに対してこう手を切るっていうかできるんですね。だからサタンが攻撃した時にバシッとこう断ち切るんです。だからすごく洗礼って大事なんです、これ。1番目、バプテスマの意義。バプテスマは洗礼は自分の罪がイエス・キリストの十字架の死とともに滅ぼされたこと、古い自分の死神ですね、そしてイエス・キリストが復活されたように新しい命に命を与えて蘇ったことを象徴するものです。罪人であった自分、罪の自分に死んで御座に入って葬られるわけです。で上がって蘇るわけですね。新しい命、キリストを信じた新しい命に生き返るわけですね。で皆さんはもう新しい命に生きた新しい人でしょ、ねえ人さん、ね、髪型だけじゃないですよね、生徒は新しい人ですよね、本当ですよね、昔の人さんとは違うでし
この後書くよって言ってもらいたいですと、ね、で、あのそれで、ね、蘇ったことを象徴するね、まあ、ね、それですね、それで方法は教会によって異なる場合があります。信仰役にするのですから単なる形式として軽んじてはいけません。そうですよ、すごく重要です。で、形式っていうのは、ドボンと水の中につけるやつ、これを神霊と言います。で、私はこれが本来じゃないかなと思って、実はでも私は適齢なんで、自分はもう一回受け直そうかと思ったこともあって、今は思っておりません。確かに、あ、神様の精霊で見ててくれたと思ってるから。洗い牧師もその適齢だったんですね。でもあの人絶対救われてますし、申し上げてますから ね。で、私はじゃあどっちかというと聖書から見るとこっちの方がいいんじゃないかと私は思ってるんです。でもどちらでもいいと思ってるんです。だから教会で今洗礼者の子にはないから、礼拝であるときは適齢であって、神霊大体の人がいたら海に連れて行ったり風呂場でやったりします。で、本人に選択させてあげてます。この教会は教会の礼拝である場合は今は適齢ですよって、そのうち洗礼者が何かあるね、街道を立てれたら、ね、教会の場合でも神霊でありますけど、今のところはそうですね。うちの教会だったら、またうちの子供たちは恵みは敵で、長崎教会で授けた一番最初のダニエルとエルサレムと美しみは神殿ヨルダン川でした。でヨハネは敵でイダヤと一緒にして、祈りも敵で教会でした。で B は神殿なんでかって言ったら、 B はあのその日の海でやったから、あのキャンプの時あの海でボーンってやったんです。だからあのね、だからヨルダン川でやった3人と B は神殿で、あとの2人はできない。水が多いと信仰が強くて、水が少ないとダメかというと関係ありません。適齢で素晴らしい人もいるし、ちょっといろいろある人もいるし、神殿ですごい人もいればいろいろある人もいるし、ね、だけどどっちかって言われたら私は神殿の方がいいかなとは思ってますが、私自身は適齢だし、どちらでもいいと思ってます。わかりますねってことね。まあ、できればこうですね、こう字を書くとしたらこういうふうになりますね。その2つの形がある、形としてはね、はい、で、2番、ここまでやって2番目、バプテスマを受ける資格。バプテスマを受けられるのはイエス・キリストを自分の救い主として信じる信仰を持つ人だけですと。そこでカトリック教会とか、あのルーテル派の一部にあるように幼児洗礼って問題であるんですよね。幼児洗礼は私はどんな小さくても洗礼を受けていいと思ってるんです。本人がちゃんと意思を持てば、その幼い子の意思を尊重してあげたらいいと思う。だけど親の信仰で洗礼はどうかと思うんですね。親が子供を献辞式で神様にね、この子も任せますって捧げるとか、祝福してくださいって言って祝福を授けることは全然いいことだと思う。でも洗礼を受けることに関しては本人の意思じゃないかなと私は思います。だから幼い時に洗礼するのは悪いと思いません。だけど本人の意思で授けてほしいと思うんですね。で、まあそうですね。だからこれね、バプテスマの儀式は信仰に基づいて行われます。信者の家庭に生まれた幼児にバプテスマを施すグループもありますが、プロテスタントもあるんです一部に。その場合は普通成長してから信仰告白に基づいて献身で行います。カトリックありますよね、献身でね。成長してから自分の意識として献身でをするんですね。でもそれよりは洗礼っていうのはやっぱり本人の意思でもやった方がいいと思うんですよね。一番うち早いのはね、めぐみは4歳、ダニエルは5歳だったかな。エルサレムと美しみは小学校だったと思いますから、もうもっと上ですね。何年生だったかな、10歳ぐらいかな、9歳ぐらいか忘れてる。でヨハネはもっと大きいよね、高校生、あ、中3、リーダーが中3の時だから、あの小学校、まあ、可愛かったね、小さかったよね、3年ぐらいかな。で、いつ祈りが、あれも小学校だね、6年ぐらいかな、まあ結構幼いですよ。だけど親がやったけど本人の意思でしたね。で、めぐみはものすごく純粋でしたよね。4歳で早いと思われるけど、本当に信じてました。であまりも純粋すぎて、でいっぱいつまずいて、傷ついて、今いろいろあるんですけど、だけどそうですね、あれは本当に信じてましたよね。だから、ギャーギャー言われるには、いっぱい人を連れてきましたもんね、教会に。やっぱりさ、自分じゃないですよ、うちに精霊がいるからでしょうね。まあそういうことです。それで、このセッションで終わりにします。もう予言作法ありますから、使徒行伝2章40節41節、じゃあお招きお願いします。
ペテロはこの他にも多くの言葉を持って証をし、この曲がった時代から救われなさいと言って彼らに勧めた。そこで彼の言葉を受け入れた者はバプテスマを受けた。その日3000人ほどが弟子に加えられた。3000人ですよ。そういう時代は日本にも来ますね。一発で3000人設定ってね。この前15人フィリピンで授けたんですけど、私は驚かないんですよ。私クリスマス洗礼ですけど、馬鹿市教会で当時はね、いっぺんにね22人だったかな。それがその前の年は、まあ、14、15人だと そんなのは普通でした。だからやっぱ本来教会は座るべきだよね。一月に1人ぐらいはね、12人でしょ。2人だったら20人でしょ。5人だったら75人だよね。あと60人だね、12だから。それぐらいは授けられてほしいね。そのやっぱそれはまだまだリバイバルじゃないですけど、リバイバルってそんなレベルじゃないですけど、だからあの皆さん主に期待しましょう。まあということで今日はここまでにしておきます。来週はその51ページから、ね、もう一箇所聖書を読んでそこから進めたいと思います。お願いします。天のお父様、短い時間ですけど学びができて感謝します。イエス様にあっていたします。アメン。遅くなっても皆さん上車をね、